建築の美と美術。Aesthetics and Technology in Building by Pierre Louis Nerby。序文より。あらゆる時代、場所を通じて言えることは、建築の一般的概念と、建物が満たすべき機能の定義及びその細部を決定する技術、力学。そして美的展開、これらすべてのものが一体となるべきものであり。この複雑な建築の問題を技術と芸術に分けて考えることは悲壮的な観察に過ぎない。建築は技術であり芸術であるというよりむしろ、技術と芸術の総合でなければならない、ということである。ピエール・ルイジ・ネルビー。イタリアの構造家、建築家。図25飛行規格の子。1936、内部。100m×40m スパンのジオデシック構造の内部で、一方の側は2連の開口部からなり、幅50m、高さ 7.9m の、巨大なスライディングドアを備えている。図26飛行機格納庫。1936、羽田縛り。幅50m、高さ 7.9m の、スライディングドア用のレールを、支える羽田縛りの詳細。図27飛行機格納庫。1936、横断面図。基本的には、ボルト形式の一体的な構造体で、これはトラスと針の組み合わせではなく、一体に抵抗する構造体であって、自重、風、雪による外力は無理なく拡散され、三方の側に配置された支持体と、開口側の中央柱に伝達される。図28飛行規格納庫、1936。基礎及び構造体伏せ図。支持体が非対称であると、必然的に、曲げ応力の分布が大きく見らされる。薄膜シェルにおいても必要に応じて補強して、これに抵抗する方法もあるが、シェルの代わりに、複式リブで組み立てたトラス式構造を思いつき、開口部の上に大きな水平トラスを配しこの問題を解決した。図29飛行規格納庫、1936。応力解析のための模型と実験装置。当時においては、この設計の正確な構造計算は複雑すぎて困難なことが分かった。今日においては電子計算機によって、容易に解析できるであろう。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。Please register.